の方は見て分かりました。二色で、まあ、どちらが高いかは一目瞭然。これだと分かりにくい。図としてはすごく分かりやすいんですけど、色だけでちょっと色の意味付けが読み取りにくいです。うん、これは相対的なものを表したいんだよね。相対的なもの。どちらかが寒色系が冷たいということを示したいし、説明しなくても寒色系の色が冷たいということを表したいし、暖色系で色の薄い濃いで濃い方が暖かいということを示したい。そうです、うん、で左側だけで閉じればその相対的なものは成り立ってる。右側も成り立ってる。でも左と右両方同時に示してて、で海は夏の方が冷たいのかい？夏が冷たいというよりは、まあこのうん、そういうことを示すよりはこの温度差がないということを一番言いたい。多分そのことが聞き手の中ではその自由度がありすぎて、読み取り方として温度差だったら、うん、もう少し別の図の方が温度差っていうのは意識できると思う。この図だとその海が、海が冬に SST フロント挟んで冬と夏でどこが、まあ、さっき言ったみたいに相対的に暖かいか冷たいかっていうのにちょっと人によって受け取り方が変わりうるっていうことね。これとこれを比較する、うん、してしまう人がいたり、だから安藤がこう見てほしいっていう通りに必ずしもみんなが受け取るとは限らない色になってます。変わるのは大気だけってする方がシンプルですね。例えば相対的な関係だけを言いたいんだったら、まあ、現実はこっちも変わるので、まあ、こういうまあまあまあね、うん、突っ込まれないようにそういうふうにしたんですが、突っ込まれないようにしたら余計突っ込まれるようになってると思います、うん、